ホークス、CM アンブは、カナダの牧師あり、ゲイの権利活動家である。ホークスは、ニューブランズウィックシューバースで、バプテストの家族に生まれた。ホークスは、1970年代後半に、ノバスコシア州のアナポリスバレーで教師として働く、前に、マウントアリソン大学で、理学志望と教育学志望を取得した。その後、トロント大学の成功会の機関である。 トリニティカレッジで、進学修士と、マキカイ学博士の学位を取得した。ホークスは、1978年に、ボブ・ウルフの公認として、LGBT の教区民を公然と断言する、教会である、トロントメトロポリタンコミュニティ教会の主任牧師に、任命された。ホークスは、プライドビジョン TEB の諮問委員会を務め、擁護団体イガリカーナダの取締役を務めた。 LGBT の問題に関する擁護活動に加えて、彼は、反人種差別的イニシアチブを支援し、貧困と貧しい住居に注目を集め、女性主催の除外を提唱した。2010年に、トロントで開催された、プライドウィークでのホークス2001年1月14日、ホークスは、トロントのメトロポリタンコミュニティ協会で2人の同性カップルの結婚式を行うことで、 全国的な注目を集めた。市の初期間は、その時点では同性結婚の結婚許可証を発行しなかったが、ホークスはオンタリオ州法で規定されている代替案を採用し、通常の教会の出席者が3週間連続で公式の禁止を公表し、政府の事前の許可を必要とせずに合法的な結婚を行った。 利害関係者が法的な意義を唱えるための公の機会としての禁止の精神で、教会はまた2000年後半にその意図を発表するプレスリリースを発行した。ジャンクレティエン政府は結婚を承認しなかったが、エイドリアン・クラークソン総督は個人的な指示の手紙を送った。市の初期官は結婚の記録を登録することに拒否し、法廷闘争につながった。教会は 市州及び、連邦政府を訴えました。2002年7月12日、オンタリオ州上級裁判所は、2001年1月に、ホークスが行った結婚は合法であるとの判決を下したが、控訴の可能性があるまで、その決定を保留し、2003年6月10日、オンタリオ州控訴裁判所は、顧問ンを宣言した。ハルパーンの判決において、 一人の男性と一人の女性を指す範囲は無効であるという古文老の定義を示した。カナダ、州内の同性結婚に対するすべての障壁を即座に打ち破った。それはまた、これらの二つの結婚を現代世界で最初のものにした。ホークスは2011年8月27日、ロイトムソンホールでジャック・レイトンの国葬を取り行った。 仲間の新民主党員である彼は突然の死で何百万人ものカナダ人に触れたレートンについて高く評価した。結局彼はゲイコミュニティと HIV、エイズとの協力についてジャック・レートンに感謝した。これは NDP リーダーが人気がなかった時に擁護した問題である。彼は2017年秋にメトロポリタンコミュニティ協会の牧師を引退し、 ジェフロックに引き継がれました。ホークスは1990年代半ばに一時的に政治生活に入った。1995年のオンタリオ州選挙で、ホークスは社会民主主義の新民主党の候補者として大規模な LGBT コミュニティがあるセントジョージ、セントデビットから出馬した。1994年の失敗した。 平等憲法改正法のボブレイ政府の取り扱いに抗議して出馬し、彼は9672票で3位を獲得し、勝者である進歩的保守主義のアルリーチに1000票未満の差だった。ホークスの力強い出現は、現職の自由党のティム・マーフィーを打ちまかすのに大きな役割を果たした。ホークスは30年以上の彼のパートナーであるジョンス、プロールとト,トロントに住んでいる。 彼らは2006年3月7日に結婚した。2016年2月1日、ホークスはノバスコシア州裁判所で1974年から1975年にかけて、ホークスがノバスコシア州で教師をしていたときに未成年者に対する性的暴行の容疑で下品な暴行と愛い罪で起訴された。ホークスは無罪を主張し、 2017年1月31日に全ての容疑で無罪となり裁判官は証人の証言に重大な矛盾があるとの判決を下した。2009年ホークスはヨーク大学からカナダでの活動と人権に関する継続的な活動により名誉法学博士号を取得した。2010年ホークスはマウントアリソン大学から名誉法学博士号を授与され、 2011年にはトロントのトリニティカレッジから名誉進学博士号を授与された。2007年、ホークスはミカエル・ジャンソー徳から数十年にわたる人権と社会正義の擁護者としての功績によりカナダ勲章のメンバーに任命され、2008年2月22日の式典で正式に勲章を授与された。2012年、ホークスはヨーロッパのゲイザッシメイトによって 世界で最も影響力のある500人の芸男性の一人に選ばれた。そして2013年に彼は LGBT の人権に多大な貢献をした個人として殿堂入りした。ホークスは以下の賞を受賞している。ありがとうございます。